俺の名前は山下誠志郎。45歳でうどん屋を営んでいる。うちは飲み屋街の一角に店を構えており、誰でも立ち寄れるような気取らない店だ。口の悪い人は古臭い店だと言うかもしれないが、酒飲み客の小腹を満たすにはぴったりだ。時代を感じさせる雰囲気を気に入ってくれる客も多く、常連のマミもその一人である。20歳になりたてのマミはいつも町へ繰り出す前の夕方の時間にここに来てくれるのだ。ここに来ると落ち着くんだよね。ねえ、今度カレーうどん作ってよ。カレーうどんは俺の師匠から習っていないんだよ。新メニューになるな。研究しないといけないぞ。音をいらっしゃい。ガラガラと大きな音のする木の引き戸を開けて、5人の男が入ってきた。いずれも大柄であり、たくさん食べそうだ。これは大きな注文が入るかもしれないと、俺は内心ワクワクした。お客様、テーブル席へどうぞ。まだ時間も早いですし、広々と使っていただいて構いませんよ。しかし男たちは、俺の言葉を無視して、カウンターを占拠した。カウンターの端にはマミもいるため、もう俺の目の前は満員だ。男たちは何を食べるかと言い合っている。彼らの話を聞くともなしに聞いていると、リーダーの男は田代というらしく、その田代が注文を取りまとめて話しかけてきた。おい親父、天ぷらうどん5人前だ。今すぐ5つ同時に用意してくれ。俺たちは忙しいんだ。俺たちの貴重な時間を奪ってもらっちゃ困るんだが。それはちょっと難しいですね。準備がありますので、お時間いただいて順番にお出しいたしますよ。なんだと？お前うどん屋の分際で俺の言うことが聞けないっていうのか？ここは客の注文に応えない店ってことか。近所中に言いふらしてやるぞ。ああ、この街で悪い噂が立ったら困るだろうな。商売やっていけるのか？田代は眉間にシワを寄せ、ぐっと顔をこちらに近づけて凄んできた。気の弱い人なら縮み上がりそうになる迫力だろう。俺はあえてゆっくりと丁寧に言葉を返す。この種の客の扱いには慣れているのだ。そうはおっしゃいましても、小さな厨房で一人でやっている店ですから。それともあなたは脅しをやってるんですか？犯罪まがいですね。ああ、気に入らねえな。ふざけたことを言ってるとやっちまうぞ、こら。お前は店員、俺らは客だ。俺らの言うことに従うのが正しいんじゃねえのか？ですから、順番にお出ししますから。話のわからねえおっさんだな。今すぐ料理持ってこいや。田代はそう言うと、カウンターの足元をどたりと蹴りつけた。簡単な木の作りのカウンターは、今にも崩れるほど衝撃を受ける。テーブル席に座っていた女性客から、か細い悲鳴が漏れた。まずいな。どうやらこの男たちは、ただ生きがっている奴らとは違うようだ。もしかすると、本職のヤクザかもしれない。厄介なことになったぞ。田代たちの様子を見て、客は次々と帰っていき、残ったのはマミだけになった。ヤクザのうちの一人が表に出て、営業中の札を準備中に差し替えたようだ。おう、店を閉めておいてやったぜ。これで誰にも邪魔されねえな。ちょっと勝手なことをしないでください。お前、俺たちにそんなこと言えた身分かよ。じゃあ本題に入ろう。お前、
誰に断って商売してやがる。この辺りは俺たちの島なんだ。ここで金儲けしよってんなら、さっさと諸場代出せやこら。やはりこいつらはヤクザだった。それも相当面倒な奴らだ。今すぐ通報したいが、俺一人では行動が限られている。お断りします。今すぐお引き取りください。いい度胸だな。しかしそうはいかねえ。今はまだ手加減してやってるんだ。あまりごねるようなら、こんな店簡単にひねり潰せるんだぞ。いいえ、あなたたちのような人間に払うお金は一円もありませんよ。俺はヤクザが大嫌いなんです。まともに働きもせず、遊んでばかり。他人の金を奪って甘い汁を吸って生きているだけでしょ。人間の底辺じゃないですか。そんな奴らと口を聞くだけでも汚らわしい。とてもじゃないけど許せる存在じゃないんですよ。俺の言葉に対して田代をはじめ男たちは顔を真っ赤にして生きり立った。言わせておけばふざけやがって。俺たちを舐めるのもいい加減にしろよ。おいお前ら、やってやれ。田代の合図で男たちは店内で暴れ始めた。テーブルの上のものをすべて床に落とし、椅子をテーブルにぶつけて破壊しようとする。壁にも殴りかかり、あちこちに傷がついた。男たちは腹を立てているというより、騒ぐことを楽しんでいるようだ。散々店を壊し、もうこれ以上ひどくなりようがないというとき、カウンターにいるマミに目をつけた。おお、お嬢ちゃん、これから付き合いや。は？なんで私が付き合わなきゃいけないの？俺たちに逆らわねえ方が身のためだぜ。お前が可愛い顔してるから声かけてやってんだよ。ついてくりゃ悪いようにはしねえからよ。お前だってこんなパッとしないうどん屋で飯食ってるより楽しい方がいいだろ。いやだ。あんたたちに付き合っても楽しいことなさそう。何を、下手に出てりゃ調子づきやがって。俺たちが誰か分かってねえのか。お前なんか話すことも叶わないようなヤクザなんだぞ。田代は苛立ち混じりにドスンとカウンターを拳で叩いた。しかしマミはびくともしない。なんだ、ずいぶん腹の据わった女だな。私がその程度でビビるとでも思ってるの？私はレディース総長なんだよ。あんたたちなんかよりよほど修羅場くぐってんだ。マミが凄むと、男たちは顔を見合わせて大笑いした。レディースだと？どうせチャラチャラしてるんだろ。そんなもん怖くもなんともねえや。あんまりふざけたことを言ってると手荒な真似をすることになるぜ。構わないわよ。でもちょっと待って。まだうどん食べ終わってないから。なめんなよ！ほら、さっさとついてこいや！ヤクザたちは、マミを取り囲むと、彼女の羽織っているシャツを乱暴に引き裂いた。中に着ているタンクトップと素肌があらわになる。ほら、これ以上脱がされたくなかったら言うことを聞け！何してくれてんだこら！ふざけるのもいい加減にしろよ、ジジイ！威勢がいいな。しかしキャンキャン吠えたところで、俺たちが怖がると思うなよ。それに世の中はそう甘くねえ。そっちの親父からうどん屋の諸場代も漏れなくいただく。田代の横暴に俺の我慢は限界を迎えた。バカなことを言うのもそこまでにしてもらおうか。なんだと？うどん屋の親父風情が引っ込んでろ。いや、
それ以上無茶をやるなら、組長の息子である俺が黙ってね。ヤクザたちは、またも大声で笑った。レディースの次は組長の息子か。この店はすごい奴らが揃ったもんだな。お前らがどんなハッタリをかまそうが、痛くも痒くもないぜ。俺は低い声で、父の名と組の名をつぶやいた。え、なんだって?聞こえなかったのか?お前らもこの辺りでヤクザをやっているなら知っているだろう。俺の親父は正真正銘の組長。俺の名前も山下だ。組長に睨まれたくなかったら、おふざけはやめることだな。組長息子は嘘つくんじゃねえ!田代は信じられないらしく、俺に猛反発したが、声が震えている。半信半疑とはいえ、万が一、本当に組長の息子だったらと思うと、気がかりなのだろう。嘘?痛みで証拠見せてやる。俺はカウンターから出ると、一人のヤクザに頭突きを食らわせ、一秒でノックアウトさせた。男は白目を向き、人々が土足で歩き回る床に仰向けに倒れている。倒れたヤクザを見て、他の四人は恐れおののく。マジかよ!こいつ、俺たちの中でも強い方だよな!口ほどにもない奴だ。笑っちまうほど弱いじゃねえか。え?お前らヤクザなんだっけ?ヤクザって一秒でぶっ倒れる人種なの?なんだどうした?次にうどん屋の親父の相手になるのは誰だ?俺は薄笑いで奴らに近づきながら、さりげなく通用口を開け、マミをカウンターの中にかくまった。ありがとう、これで安心ね。マミはさすが修羅場をくぐり慣れており、細い体をするりと通用口に滑り込ませて安全な場所に逃げる。その様子を見て俺は安心した。ヤクザたちはマミの行方に舌打ちをした。俺が歩みを進めるにつれて顔を引きつらせて後ずさる。組長の息子が伊達じゃないと分かってきたから。お前らみたいな成り上がりとは違う。俺は組長の息子だからということで、ガキの頃から命を狙われることも多かった。怪しい奴らと差しでやり合ったことも一度や二度じゃない。身を守るために一通りの必要な動きは習得している。次の獲物は誰だ?お前ら程度なら、誰がかかってきたって負けないぜ。おい、ちょっと待ってくれ。わかった。お前が組長の息子だということは信じよう。しかし、どうしてそんな人間が飲み屋街でうどん屋なんかやってるんだ。お前、うどん屋のふりをしたヤクザなのか。そんな奴が世の中にいるのか。俺は断じてヤクザではない。ヤクザ家業に手を染めたことは人生で一度もない。さっきも言った通り、ヤクザという人種が大嫌いなんだ。本当ならお前らなんかとは口も聞きたくない。同じ空気を吸うのも不愉快なほどさ。かつて俺は自分の父親の職業を憎んでいた。父親と何度も言い合いになり、親の世話になって生活するのが嫌になった俺は、家を出て日本中を旅した頃があったんだ。日本中を旅すると言うと、何やら夢追い人のような話だが、実際はかなり深刻なものだった。予算も何もない貧乏旅行で、いつも金に困っており、各地で人の厄介になったのを覚えている。お前は組長の後を継がなかったということか?そうだ、ヤクザの息子だからといって、ヤクザにならなきゃいけないわけじゃないだろう。日本全国を旅していて、関西に行った時、
旅先のうどん屋に心を動かされた。こういう風に料理で人の心を和ませる仕事に就きたいと思ったんだよ。それは初めての感覚だった。父親の仕事とは全く逆の方向だ。そこからは店に弟子入りし、関西風のうどんをマスターした。そうして俺は地元に戻り、この店を開業することとなったのだ。関西風を懐かしんでくる人や、珍しがって食べに来る人などで繁盛していた。よくも俺を嘘つき呼ばわりしたな。俺はお前らとは人種が違うんだ。俺を見くびったことを後悔しやがれ。そう叫ぶと、俺はヤクザたちにめちゃくちゃにパンチを食らわせた。体格のいい男たちの体に拳がめり込んだ感触が伝わってくる。耐えきれずに数人が倒れたが、それを確認する余裕はない。待て!お前の言いたいことは分かった!気に触ったなら謝るから殴るのはよせ!気に触ったなら、だと?ふざけるな!そういう舐めた態度でいてもらっちゃ困る。ほら、かかってこいよ。お前ら、喧嘩のプロなんじゃねえのか?うどん屋の親父ごときにぶちのめされて、恥ずかしくないのかよ。もうおしまいか。そんなんじゃガキの喧嘩にも勝てねえぜ。そう言いながらも、俺の動きは加速し続け、二本の足で立っている男はどんどん減っていった。店の床には割り箸やコップが散乱しており、まともに歩くのも難しい。男たちはごちゃごちゃと散らかった床に寝転がり、うなり声を漏らしている。待て!もう勘弁してくれ!仲間が残っていない!お前が強いことは認めるよ!だからもうやめてくれないか!知るか!やめろと言われてやめる奴がどこにいる?根気のない奴らばかりだな。お前ら、この辺りで悪さをしてきたんだよな。被害に遭った人たちの苦痛はそれ以上だ。お前らが仕掛けてきた喧嘩だろ。情けない。最後までやりきれよ。田代は慌て寝そべっている男たちをパンパンと叩いて起こして回る。おいお前ら起き上がれ!こんなところでへばる奴があるか!田代の掛け声で、しぶしぶと言った風に男たちが立ち上がった。よし、それでこそうちの組員だ。さあ、ここに来た目的を達成するぞ。ほう、まだやるつもりか。いいだろう。そのくらいの気合は見せてもらわねえとな。どうだ、痛みを感じるだろうが。たとえ仇であっても、これが組長の息子の底力だ。ヤクザたちは強がっており、誰一人首を縦に振らない。意地を張らなくてもいいんだぜ。頭を下げてここで終わりにしたいと言えばどうだ。け、バカな冗談はよせ。俺たちはお前とは鍛え方が違うんだ。素人の喧嘩ごっこ程度が答えるわけもねえ。わかったらさっさと俺たちの言うことを聞きな。おとなしく金を出せ。女もよこせ。言っておくが助けを呼ぼうとしても無駄だからな。威勢のいいことを言ってくれているが、彼らはもう顔色がなく、ぐったりしている。疲れ果てていることは明らかだ。負けん気だけで立っているのだろう。実に浅はかなことだ。田代の強がりに、俺は鼻先で笑った。へん。鍛え方が違うだと?だったらこれを見ろ。うどん屋の仕事を教えてやるよ。俺は厨房に引っ込み、煮えたぎった湯を秘釈に入れて持ってきた。うどんを茹でるためのもので、田代たちが店に来る直前に大量に仕込んでいたものだ。湯はぐらぐらと煮立っており、白い湯気がもうもうと立っている。おら、俺はいつもこんなものと戦ってるんだ。ヤクザとどちらが根性あるかな。
顔や体に湯が跳ねてかかることも日常茶飯事さ。お前らに頭からぶっかけてやろうか。きっとひどい火傷を負うぜ。むっとした湯気の匂いが鼻先にまで漂ってくる。男たちはヤクザに凄まれた人間以上に恐怖の色をにじませて顔を歪めた。やめろ、やめてくれ。お湯は卑怯だろうが。卑怯だと？この上なく卑怯な手段でうちの店をめちゃくちゃにした奴が言うのか？こちとら商売道具を持ってきただけだ。お前にどうこう言われる筋合いはない。その点お前らはどうだ？人の店でガヤガヤ騒ぎやがって行儀が悪いな。その上に金を求めてきたんだったっけ？面の顔の熱い野郎だ。苦労もせずに威張り散らして金が稼げるなんて楽な仕事だな。まったく羨ましいことだ。だからといって、俺は絶対ヤクザにはなりたくないけどな。俺がじりじりと近づくと、田代は表情を固くした。田代の周りのヤクザたちも、一斉にやめてくれと、か細い悲鳴を上げた。それ、これでも食らえ！俺は柄杓の湯を、店の床に勢いよくばらまく。バカだ、よせ、こっちに来るな！おやお前ら、喧嘩はできても湯には弱いのか？風呂に入るときどうやってるんだ？ヤクザたちを煽り立てようとして、俺はあえてバカにするような口調で騒ぐ。ヤクザたちはしぶきが飛び散ったと言い、熱い熱いと騒いだ。お前らガキじゃねえんだぞ。ギャーギャー叫んで世話ねえな。見苦しいにも程がある。この程度、厨房で働く者なら誰だって経験している。もしかして厨房に立ったこともないのか？食事はいつもママの世話になっていたのかな？それでよくうどん屋で威張り散らしたもんだ。俺と張り合おうってんなら、厨房で20年修行してからにしな。マミもカウンターの中から、ヤクザが逃げ惑うところを見物している。ほんとかっこ悪い。そんなんでよく私に声をかけられたもんだわ。あんたたち、よくもレディースの総長をバカにしてくれたわね。あんたらの方がよほど人生舐めてるじゃない。ダサい。マジでありえない。おじさんたち、ナンパなんて100年早いわよ。俺は慣れた動きで客席と厨房を往復し、柄杓で何杯も湯を持ち運んでは、ヤクザの足元に撒き散らした。彼らは面白いほど湯を怖がり、足をバタつかせる。一人の男は床に滴った湯で足を滑らせ、強く頭を打って、ついに再起不能となった。これでもうどん屋を馬鹿にするのか？こっちだって立派な商売だ。危険もある中で命張ってやってるんだよ。舐めないでもらいたいね。そして俺はヤクザたちを店の隅に追い詰めた。奴らの顔に柄杓を近づけていく。おら、お前らの大好きな湯がこんな目の前に。どうだ、これで顔を洗いたいか。降参するか、湯をぶっかけられるか、好きな方を選んでいいぞ。熱々の湯が田代の頭に降り注ごうとしたその時、ガタガタと大きな音を立てて、入り口の木の引き戸が開いた。なぜだ？邪魔が入らないよう準備中の札をかけておいたのに。おい、勝手に入ってきやがって。今すぐ出て行きやがれ。田代の虚勢とは反対に、俺にはこうなることが予想できていた。この時間にうちののれんをくぐる人物といえば、一人しか考えられないのだ。店に現れたのは、俺の父、奴らにとっての組長だった。田代は彼の姿を見て、目を丸くする。
組長、どうしてこんなところに？父は荒らされた店内を見回し、壁にぴったりと背中をつけたヤクザたちを見つめ、床に伸びている男につまずきそうになると、すっとんきょうな声を上げた。おい、これは一体どういうことだ？マミがカウンターの中から出てきて、俺の父に駆け寄った。怖かった。パパ来てくれて嬉しい。こら、パパはやめろ。誤解を招くだろうが。無邪気に笑い合う二人を見て、田代たちは驚愕の表情を浮かべている。なんだ？あいつ組長の女か？失礼なことを言うな。あの人が切れたらこの程度じゃ済まないぞ。だったらどうして組長がこんなところに？父はことも投げに答える。ええ、いつもの習慣さ。俺の父は毎日きっかり決まった時間に、うちにうどんを食べに来るのだ。俺がこの地に店を開くようになってから、父なりの気遣いのつもりなのだろう。調子を伺うという意味合いなのか、必ず顔を出してくれていた。たとえ準備中になっていようと、いや、むしろ準備中だからこそ、何かあったと感づいて戸を開いてくれたのだろう。父さん、来てくれて助かったよ。ああ、特に予定もないのに店が閉まっているからおかしいと思ったんだ。田代は俺と父の顔を交互に見比べ、目を見開く。お前、組長の息子というのは本当だったのか？初めからそう言っているだろう。俺は嘘はついちゃいねえ。なんてことだ、組長がここに来るなんて。父は荒れ放題の店をしげしげと眺め、これはどういう状況なのかと不審がっている。あのね、こいつらがやってきて因縁をつけ始めたの。私なんて服を引き裂かれたんだから。それでおじちゃんが怒ってこうなったのよ。マミ、その説明じゃ肝心なところがわからないよ。いや、大体のことはわかったさ。つまりは田代たちが何か悪さを働いていたということだな。違いますよ、組長。これはたまたまで。そうそう、偶然入ったうどん屋の店長がとんだ暴力店長だったんです。湯の入った秘釈を持って、俺たちを店中追い回したんですから。ほう、言っておくが、こいつは俺の実の息子だ。こいつのことで嘘を言ったら黙ってはいられないぞ。それでもいいのか。舌打ちをした父は、眉間にシワを寄せて田代を睨む。父の迫力に田代は息を呑んだ。すみません、少しだけ話を持ったかも。ふざけたことを言うなよ。俺は気が短いんだ。お前、どうしてうどん屋がこんなに荒れているのか、俺が納得いくように説明してみろ。それは、この親父が俺たちの要求を全く飲まなかったからなんです。俺たちは客なのに、奴は俺たちを全く尊重しなかったんですよ。田代のやつ、組長が相手となると自分勝手なことを喋りやがって。目をギョロギョロさせてまくしたてやがる。まったく調子のいい野郎だ。田代のことも指摘したいが、俺は父にそれ以上に気になっていたことを問いただす。なあ父さん、いつから父さんの組は処罰代を取ることになったんだ？俺はこいつらに随分凄まれたんだけど。なんだって、そんな活動は許可しとらんぞ。そうでなくたって、俺が自分の息子の店から処罰代をせしめるわけがないだろうが。え？それでは田代たちが処罰代を求めていたのは違反？にもかかわらず、あんなに偉そうに金を出せと言っていたのか？父の鋭い視線にさらされ、田代は顔色を真っ白にした。しかもね、父さん、こいつらはどさくさに紛れて、マミにまで危険を及ぼしたんだ。
孫代わりに可愛がっている父さんからしたらありえないことだろう。おい田代、お前一般人に何をしているんだ。組長は田代の襟首をつかみ壁に頭をぶつけた。田代はこれまでで一番苦しみ、ごほごほと咳き込む。ふざけるな、俺が直接制裁を加えてやる。父は田代の溝落ちに重い一撃を加えた。俺も食らったことがあるから知っているが、まともに立っていられないほどの衝撃なのだ。大体うちの組が大きくなったのは幹部連中や兄貴分の頑張りがあってこそだ。お前らが好き放題やるために発展したわけではない。ましてや一般人に威張るとは何事か。組員であることを見せびらかしたり乱暴したりしては意味がない。お前らには基本の基本から教え込まなければならないようだな。いえ、それはちょっと、基本なら十分分かっていますから。問答無用。お前らは世間を舐めすぎているようだな。私はお前らの育て方を失敗したらしい。お前らなんか、ヤクザの風上にも置きやしないぜ。まったく、自分が恥ずかしいよ。お前ら、この店の荒れ具合を元通りにするまで、ここから出られると思うなよ。元通りに、まさか大変なことですよ。大変なことをしたのは誰だ。自分が荒らしたものを元通りにするのは当たり前だろう。お前らその程度の責任も取れないのか。それじゃあ街で遊び回っているのと同じじゃないか。しかしそう言われましても、俺もまさかここが組長の息子さんの店だとは知らず。それはむしろ幸いだった。おかげでお前らの悪行が発覚したからな。俺の知らないところで無茶をされている方が後々に響くだろう。ここなら被害の状況もよくわかるし、息子に頼んで見張りをしてもらうこともできる。絶望の表情を浮かべる田代たちを横目に、父はいつものかけうどんを注文する。いいか田代、お前ら5人でこのひどい状態の店を元通りにするんだ。それができるまでは店を出てはならん。いや、元通りになっても。元通りになっても、どういうことです？お前ら、当分はうちの組の敷居をまたぐな。ここで修行しろ。修行ですって？組長の言葉には、田代だけでなく、ヤクザ全員が目を丸くした。いいか、まずはこの店の散らかった部分を片付け、それが済んだら壊れたものを調達しろ。一日で元通りにならんだろ。何しろお前らは壁や柱にまで傷つけたみたいだからな。店主がこれでいいというまで店をひたすら手入れし続けるんだ。ヤクザたちは俺の拳に直面した時とは違った意味でヘナヘナと床に座り込んだ。おい、元はといえばお前がこの店をターゲットにしたから。ついにヤクザたちは仲間割れを始め、殴り合いに発展したのだ。父さん、つまりうちの店に下働きが5人増えるってことか。そういうことだな。好きに使えばいい。それはありがたい。何しろ1人で営業していると手が回らなくて困っていたんだ。まずは壊れた店内の修理と掃除、あとは鍋を磨いたり、そうだな、出汁の取り方も覚えてもらおうか。自分で言っていて最後は笑ってしまった。こんな乱雑なヤクザに出汁取りに使う道具など触らせたくもない。しかし田代は俺の話を聞いて真っ青になった。え、俺たちそんなのやったことありませんよ。お前ら自分ができもしないことをしている相手を見下していたのか。お粗末な話だな。ヤクザってのは根性なしの集まりかい。聖志郎が言うのももっともだ。このままではヤクザ全体の面汚しだよ。せいぜいうどん屋で修行して世間で通用する人間になるまで組に戻るな。そんな何年かかることやら。
父はヤクザたちを横目で睨みながらうどんを食べた。うん、ひどい事件があってもうどんはいつも通りうまい。のんびりとした口調に戻ってうどんをすする姿はとてもヤクザの組長とは思えない。父が食べ終わる頃には店のガラクタは取り払われ少しさっぱりした風情になった。ヤクザたちは大急ぎで片付けをしたため肩を上下させて息をしている。こんなもんで今日はご勘弁を。何を言ってる、夜の営業がこれからだろうが。忙しい時間に備えて店をどんどん手入れして仕込みをしておくことだな。これからせいぜい鍛えてやるから覚悟しな。お前ら夜中まで家に帰れるとは思うなよ。ええ、ヤクザより大変じゃないですか。すっかり穏やかになった父も口を挟む。当然だ、肩着の仕事ってのは大変なものなんだからよ。ヤクザたちの悲鳴をよそに俺の頭の中は作業の段取りのことで頭がいっぱいになっていた。後日俺の店では5人のヤクザがヘイコラしてこき使われているという光景があった。客にとってもこの光景は新鮮で面白いものに映るらしい。今日も父とマミが揃ってやってきてうどんを注文する。かけうどんをくれ。私も。二人はまるで祖父と孫のように見える。元はといえば家出して行き場がなく困っていたマミを父がこの店に連れてきたのだった。父は食べるものがなく困っている人を見るのが大嫌いなのだ。組の若者などをここに連れてくることも多い。あの時は本当に助かったよ。私寒い中で凍えそうになってたんだ。あったかいうどんを出されて涙が出そうになったのを覚えてる。うちの店に初めて来た時のマミは今より痩せていて疲れ切っており、周囲の人間を拒絶するような鋭い視線を投げつけていた。レディース総長とうどん屋とは奇妙なつながりに思われるかもしれないが、時が経つにつれマミはうちの店をとても気に入って通ってくれている。俺は当時のことを思い出して苦笑してしまう。父さんはいつも若い客を連れてくるから困っちまうよ。まったく世話好きも大概にしてほしいね。そう言いつつお前も楽しんでいるだろうが、困っている奴らに具をおまけしてやるのは知っているぜ。バレていたか、つい可愛がってしまうんだよな。うどん屋を始めてから父とのわだかまりも消え、今では笑い合える仲だ。これからも温かい食事で人々の心を癒していきたいと思ってる。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。